では、エムスプラッシュも代表してちょっと一言、アスカどうですか、意気込みを。はい、千葉県出身として、はい、負けてられないですね。いいですね、バチバチしてますね。では早速、それぞれのチームに分かれていただきたいんですけれども、じゃあハリー君チーム一番あちらに行ってもらおうかな。で、マー君チーム、リンちゃんチーム、ズーちゃんチーム、ちょっとエムスプラッシュと、はい、合流してください。お願いします。あれすみません、ちょっとあのリーダーの方がなんかうろうろしてるんですけど、ハリー君、ハリー君、仲間はあれですか、早速あれな、もう頑張る、頑張る、よし、頑張る、もうハリーズの皆さんだけで頑張る。あれ、ハリー君、はいはいはい。ではチームが決まりましたね、今日はこのチームで M スプラッシュも各チーム千葉県出身1人とそうじゃないメンバーが1人入ってますので、力を合わせて、個人戦です。もうマー君チームとリンちゃんチーム、ズーちゃんチーム、ハリー君チーム、それぞれチームは関係なく個人戦といいますかね、この3人そして、5人で戦っていただきます。ではあのリンちゃんがいち早く箱に手を突っ込んでるのが気になるんですが、今からね順番を決めたいと思います。りんちゃんがなんか早速手突っ込んでるんで、じゃありんちゃん順番1番目に引いちゃおうか。もうゲストを差し置いてね、1番にボックスのとこ行きましたから、じゃあ早速ねえ、見たらダメよ、順番が書いてあるから見ちゃダメ、うん、見ちゃダメね、その目隠しつけてほしいくらいです、ね、ちょっとりんちゃんにはちっちゃかったかな。はい、じゃあ1つ引いてください。お願いします。出ました。はい、じゃあ見せてください。りんちゃんチームは、はい、りんちゃんチーム2番になります。はい、続いてじゃあ誰引く、あ、いいの、じゃあマー君でいいの、じゃあマー君1個引いてくださいなんでバックハンドかちょっと分かんないんですけどね。はい、じゃありんちゃんは2番目ね。マー君のお腹くすぐらない。はい、あのここでねあんまり尺使えないんでお願いしますね。はい、マー君チームは4番、マー君チーム4番です。では続いて、あ、なんかすいませんね、なんかすいません、じゃあズーちゃん引かせていただきましょうか。ゲストなのにごめんなさいね。はい、あの見ないでくださいね、なんか手渡しされましたね。じゃあそうしましょう。ズーちゃんチームはね、ちょっと待って、同じの戻しちゃダメ、戻しちゃダメ、ねえねえ戻しちゃダメよ、マーク4番2人いたら困るのね、だから今のこれ無効ですよ。はい、じゃあズーちゃんチームもう一回なんか手渡すシステムなんですね。はい、ズーちゃんチーム、はい、1番です。ズーちゃんチームが1番ということで、ハリー君のチームが、はい、3番になりました。よろしくお願いします。これもらって嬉しいかな、これ結構あの何回も使ってんのよ、ちなみにもらって嬉しいかな、あげていいですか、あげていいですか、いいですか、喜んでもらえるかはちょっと自信がありませんが、プレゼント購入。さあ、ということで早速ここからいよいよ対決をしていただくんですが、今日は大きく分けて2つ対決をご用意いたしました。では